皆さんこんにちは、タワラ飯チャンネルの田原です。今日はね、SNS メニューというかね、ここの、新メニュー、を作っていきたいと思うんですが、今日はまた特別な食材、めっちゃいい食材が、仕入れられたので、それを使ってね、また、黒板メニューに変わる、また新たなやつを、作っていきたいと思います。で、この動画が公開されて、SNS にそのメニューが載ったってことは、僕が味見して OK だったってことなんで、その時は、ぜひぜひご注文よろしくお願いします。最後までご視聴ください。
ったりとか